チャオ、コンチャスクです。鬼から電話。今回はご飯を食べない時の電話をいっぱいかけてみようと思います。いろんな妖怪やモンスターに電話をしまくるんで、最後まで見てってね。よし、じゃあ早速行ってみよう。まずは朝ご飯を食べない時、おはようございます、赤鬼です。これ見てってみよう。電話をかける。げ。結構顔怖そうなんだけど。あれ、朝ごはんとか言うからもうちょっと爽やかかなと思ってたんだけど。いきなり怖えじゃん。まあ、いや、電話に出てみよう。おーと。はい、赤鬼です。あ、どうも。また朝ごはん食べてくれないんですか。なんだそのポーズは。困りましたね。困りましたよ。それでは、私にお任せください。あ、はい。もしもし、そこの君。そこの君。朝ごはんを食べないと、今日一日元気が出ないぞ。そうだぞ。しっかり食べて、うん、早く準備しような、うん。早くしないと、間に合わなくなるぞ。急げー見た目めっちゃムッキムキでさ、怖いのかと思ったけど、結構優しかったな。じゃあ通話を終了。まあ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 、まずはね、朝ごはんだったし、見た目は怖かったけど、言ってることはそんなに怖くなかったね、赤鬼さん。次はじゃあ、夜のご飯を食べないとき、お腹減ったなっていう赤鬼さん行ってみよっか。よし、じゃあ電話をします。げっ！これは、明らかにさっきより怒ってるよね。朝あれだけ注意したのに、夜ご飯まで食べない気かこの野郎みたいな感じで怒ってんのかな。めっちゃ怖いんだけど顔。大丈夫か？よし、じゃあ電話してみます。応答！もしもし。あれ？ちょっと。お腹が空きすぎて動けない赤鬼です。あ、はい。変な自己紹介。ご飯食べないんですか？そうなんです。お菓子食べすぎちゃって。それでは、今からご飯食べに行きますので、残しておいてください。来るの？すげえ髪の毛乱れてるな。っていうか、お家どこでしたっけ？骨くわえてるよ。ああ、この前、お家の前まで行ってたんですよ。来たんだ。それでは、今日はお邪魔させていただきますね。あ、ご飯食べない子に、ちょっと電話を代わってもらってもいいですか？よし、電話を代わってくれ。もしもし、赤鬼です。いや、おかしいだろ、もう骨噛み砕いてるよ。今からご飯を食べに行くから、食べないで残しといてな。すげえ、顎の力。ああ、腹減った。は、丈夫だな。腹減ったーって言ってる顔じゃないよ、これ。腹減ったーって顔してるよ。やべ。通話を終了。はい、というわけで今のは夜の赤鬼さん、ご飯を食べないときでした。見た目はめちゃくちゃ怖いんだけど、やっぱりセリフはそこまで怖くなかったね。よし、じゃあ、いよいよこいつ行ってみよっか。新しいやつ、ご飯を食べないとき、お家の人を連れ去ってしまうよっていう、多分これは魔女だね。これ、ちょっと怖そうじゃない？行ってみようぜ。電話をかけます。うわ、なんか怪しいキノコがいっぱい生えてる森の中だね。魔女。ひらがなで魔女って書いてある。手ちっちゃいね。手ちっちゃい。よし、じゃあ電話に出てみます。応答！もしもし。あ、もしもし。声ちっちゃいね。マチョだよ。マチョだよ、どうも。おやおや。ご飯を食べていないのかい？いないのかい？そうだね。こんなに美味しそうなのにね。喋るのゆっくりだな。そうだ。ご飯がいらないなら、うん、私の魔法で君のうちの人をこちらの世界へ連れてきてしまう。声めちゃくちゃ高え。
いいかい、明日からはお家に君一人だ。自分でご飯を作って一人っきりで静かに食べるんだ。うわ、そこのお家の人、ここで私と暮らして、一生ここでご飯を作ってもらうよ。ご飯食べたいんだね。うん、一人にされるのが嫌なら、今すぐ椅子に座っておとなしくご飯を食べな。いつでも魔法をかける準備はできているからね。うわー、家族を連れ去っちゃうって言ってたぞ。やべえな。人さらいじゃねえか。犯罪ですよ、魔女さん、それは。わーい、通話を終了。いや、内容はちょっと怖かったかな。本当にお家の人を連れ去ってしまうよ。明日からお前一人きりなって言ってたから。ちょっと怖いです。言ってることが。全然平和じゃなかった。よし、じゃあ最後にもう一つぐらい見よっかな。最後ね、もっと怖そうなやつがあるんだよね。これ、ご飯を食べないとき。もったいない私に送れよって、これ頭に口があるんだよね。二口女ってやつかな。よし、じゃあ最後にこいつに電話してみようと思います。行くぜ。おー、怖え。普通にさ、夜道歩いててさ、こんな人がいたらただの人間でもビビるよね。めっちゃ怖くね。二口女ってもうひらがなで名前出てるし。じゃあ電話に出てみます。応答。もしもし。あれ、私は妖怪二口女。あ、どうもこんばんは。二口女。あれ、あんまり怖くない。不思議な名前でしょう。あれ、それよりあなた、はい、食べ物で遊んじゃいけないってお家の人に言われなかった？そうだね、言われたことあるよ。そんな風に食べ物で遊んだり残したり粗末にするなら、うん、代わりに私が食べてあげますね。ほーら、うわ、早く送れ。そのご飯食べないなら早く送れ。言っただろ、私の名前は二口女。そう、二つの口があるのさ。ベロ投げ。私はね、うわ、前世食べるものがなくて、うわ、お腹が空いて辛くて辛くて、こうして死にきれなくて食べ物を粗末に扱う子供の家を回っているのさ。ご飯が食べられることに感謝してしっかり食べなさい。わかったね。はい。急に終わった。うわぁ、後ろ超怖えな、後ろ。絶対後ろ向かないでほしいな。通話を終了。はい、というわけで、ご飯を食べないときっていう電話をしまくってみました。赤鬼さんはね、見た目は怖いけど、そんなに話してる内容は怖くなかったけど、魔女と二口女、やべえな。結構怖かったぞ。みんなもご飯は好き嫌い言わずにちゃんと食べましょう。というわけで今回はこの辺で終わります。鬼から電話まだまだ紹介しきれてないんで、次の動画も楽しみにしててね。チャンネル登録しといてもらえると、次の動画が見つけやすくなるよ。それじゃあまたね、バイバーイ。